どうも、オンラインミュージックスタジオのキャップでございます。本日はですね、ローランドの DD1DMK、 こちらのドラムですね、こちらのドラムのミディ録音の方法についてご説明したいと思います。そちらに使うのは、こちらの USB 端子タイプ B っていうんですかね、こちらの端子を使って録音していきます。それではお伝えします。まずはですね、こちらの、電子ドラムの電源を入れます。で、続いてこちらのミディ録音の方に、この USB をこの USB を接続して、こちらの USB をパソコンの方につなげます。 USB の、インターフェースを持っている方たちはインターフェースの方に挿していただいても大丈夫だと思うんですけど、僕は持っていないので、パソコンの、USB に直接挿してしまいます。これでパソコンと TD1DMK の電子ドラムが接続されました。続いてはパソコンの設定に移っていきたいと思います。録音するにはですね、ロジックを使っています。まずこちらのソフト音源というのを押し、やります。で、こちら今ピアノになってるんですけども、このピアノをドラムキットに変えます。まあ何でもいいんですけど、ドラムキットに変えます。まず今、こちらに入力したものを一回こちらで叩いてみた方がいいですね。じゃあ録音してみます。また同じようにドラムキットでフルレイジ、同じものを選んでいます。で、こちらから反応を良くするには、こちら反応いいドラムを録音するにはですね、こちらを開いていただき、下の矢印を開きます。で、こちらの V ドラムを選んでいただきますと、反応いいドラムになります。では一回演奏してみたいと思います。反応よく録音できます。でですね、これでもしっかりこうMIDIの設定はできてるんですけれども、より細かくする方法がございますので、そちらも合わせてお伝えします。同じようにソフト音源を開きます。
同じように、今度はですね、ドラムキットの中のこちらを選びます。ちょっとこちらのドラムを選びます。で、こちらのドラムを選びますと、細かく音量設定ですとかこういったものも、調整できるようになります。で、またこの2番目のこちらを押していただき、ドラムキットを選びます。その中から V ドラムというのを選んでいただきますと、じゃあ実際また演奏してみたいと思います。もしちょっとパソコンが重いなっていう方がいらっしゃいましたら、こちらの録音ボタンの低レイテンシーモードというのをクリックしてください。で、こちらの低レイテンシーモードをクリックすると、ですね、コンプとかリバーブとか切って、録音されることになりますので、パソコンへの負荷が減るので遅延とかはなくなってくると思いますので、もし僕遅延が気になるっていう方がいらっしゃいましたら、こちらのモードをクリックしてみてください。で、ミディ録音のいいところなんですけど、こういったように一音一音が全部細かく設定されておりますので、これをちょっとずらしたりしてミスったりとかした時にも細かく調整することができます。またこちらのモードで撮影して、もうちょっとスネアを上げたいなとか、トップのスネアのマイクを上げたいなとか、ボトルのマイクを上げたいなとか、そういった細かい設定も全てできるようになりますので、とてもこちらで録音すると便利です。このような感じで録音できるので、ぜひ試してみてください。